で大好き濃厚アニソンカウントダウンをご覧の皆さん、田中由紀でございます。最近見ているおすすめの作品ということで、そうですね、私からは、コミックスのとんでもスキルで異世界放浪飯水の大冒険を押させていただきます。この水の大冒険はですね、スライムのスイちゃんっていう子が主人公になってる作品なんですけど、もうとてもとても可愛くて、吹き出しのフォントからもすごく可愛いんですよ。でそのスイちゃんってめちゃめちゃ癒されるんで、もう癒されたい方とか、もう可愛いものをめでたいなという方は、ぜひぜひこの漫画見ていただけたらと思います。ぜひ見てみてね。一緒に可愛いスイちゃんをめでましょう。そして私、ソロデビューアルバムクライヤーがリリース中でございまして、こちら歌わせていただきました。皆さんお手に取っていただけましたか？楽曲がですね計10曲入っておりまして、ぜひぜひもう10曲ともね、全然違ったテイストの曲たちがギュッと集まっておりますので、ぜひぜひ聴いていただけたらと思うんですけれども、曲順とかも結構こだわっていて、クライアーから始まってアップトゥーデイトっていう曲で終わるんですけども、こう何回もねリピートしていただけるような、こんなそんな聞き心地のいい楽曲となっております。ぜひぜひ頭から最後って聞いてみてください。そうですね、どんな時に聞いてほしいかは、まあ、10曲もあるので、もうあなたの24時間を網羅できると思います。朝はクライヤー聴いて、夜はクラゲットダウン聴いて寝ようかなみたいなのもできると思うので、ぜひぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。今後の予定なんですけれども、私、来年ですね、2025年1月11日にファーストライブをさせていただきます。ありがとうございます。もうファーストライブなんでね、初めてのライブでございます。皆さんぜひぜひ、楽しい時間を一緒に過ごしてください。お願いします。それでは最後に番組からの濃厚ワードに答えたいと思います。今月のお題は冬支度スタート、冬の個人的三種の神器3つ。なるほど、冬、夏も暑いですけど冬も寒いですからね。なんか冬も確かに、そうだな。まず一つ目は絶対に湯たんぽ、これは外せないです、ね、湯たんぽないと足冷たくて寝れませんから。あとデスクワークとかでもね、湯たんぽ使えるのでおすすめです。あとは布団乾燥機、これないと、湯たんぽと布団乾燥機ないと最近寝れなくなってしまって、あとはやっぱり冬場布団干してもちょっと冷たくなりがちなので、ね、家の中で布団ポカポカにするのは布団乾燥機になって思います。あとは冬の温まるもの、鍋やっぱ鍋じゃないですか。栄養も取れますし、あったかいですしね、でみんなで囲めますし、ね、パーティー、鍋パーティーとかもできるんじゃないかななんて思います。みんなで冬乗り切りましょう。寒いけれど体崩さず頑張りましょうね。それでは以上、田中由紀でした。